ビスコは江崎グリコから発売されているビスケット菓子。グリコの看板商品の一つでキャッチフレーズは美味しくて強くなる。4cm2cm の長方形のビスケットで乳酸菌入りクリームをサンドしている構造でビスケット生地にはハートの中にビスコという文字が入っている模様が付けられており両面を合わせて14個の空気穴が開けられている。クリームの中には スポロ乳酸菌が入っており、その数は1袋あたり1億個とされる。大腸内視鏡検査前日に食べる検査食、エニマクリンにも、感触用として2 0ム袋入りが入っている。1933年、創業者の江崎り一が、胃腸の働きを活発にする工房に着目し、当時としては、画期的な工房入りビスケットとして発売された。商品名は工房入りビスケットの略称。 コービスに由来する。また、社名のグリコと語呂がよく末広がりの発覚で演技が良いというのもあった。1934年9月21日、近畿地方に大きな被害をもたらした室戸台風の被災者に格安デビスコを販売したことが大ヒットの契機となった。第二次世界大戦中では製造中止を余儀なくされ、 戦後は1951年に発売が再開された。1979年には記事を現在と同じ成分のものに変更されるなど大幅な製品リニューアルが加えられた。2007年8月、防災対策用に長期保存できるビスコ保存管を発売した。2010年、宇宙飛行士の山崎直子と共に宇宙空間に浮かぶビスコ保存管の写真が NASA のホームページで掲載され、大きな話題となった。2012年2月、発売80年目で過去最高売り上げを記録した。2020年10月1日、ビスコを15年ぶりにリニューアルすると発表した。ビスコ史上最大のクリーム量で子供の人気獲得を狙う。クリーム量は従来比25%増量した。左から、クリームサンドビスケット。 発酵バター仕立て、小麦灰入り香ばしアーモンド、焼きショコラ出店、箱型に用いられている5枚入りの放送パッケージ出店、初期の販売から現在に至るまでパッケージに、ビスコ坊やなる少年のイラストが描かれており、時代とともにデザインを変更している。坊やの名の通り、男の子であり、決まった名前は付けられていないがモデルは存在しない。小麦粉、砂糖、 ショートニング、乳糖、ミルクシーズニング、過糖練乳、マーガリン、食塩、澱粉、乳酸菌、炭酸 CA、膨張剤、乳化剤、香料、調味料、VB1、VB2、VD。ありがとうございます。